それでは小池知事の記者会見を始めます。知事冒頭よろしくお願いいたします。はい、定例記者会見始めます。まずコロナウイルス対策であります。今日の午前0時でございますが、そこから都は緊急事態宣言下に入りました。そこで東京都は昨日特措法に基づきまして緊急事態措置を決定をいたしまして、公表したところであります。で、昨日の重症者数ですが121人、新規陽性者2447人、ともに最多を記録をいたしております。そして専門家からは実効性のある強い感染拡大防止策直ちに行う必要がある、このような指摘があったところでございます。で、感染状況はこれまでとは全く違うんだと、そこが私は今回一番大きなポイントであって、全く異なるステージに入った、極めて深刻だということが今回の宣言下における一番の違いではないかと思います。これは最初の時のいわゆる緊急事態宣言下とこの点はまた違うステージに入っているという認識が必要かと思います。そこでこの危機的な状況を踏まえまして、1都3県でワンボイスで連携いたしまして、国、府市町村とも協力を図りながらこの難局を乗り越えていかなければなりません。そこでそのためにまず人の流れを止めること、人と人との接触を抑えること、これが肝要であります。そこで都民、事業者、行政一体となってこの点を人の流れを止めるんだと、抑制するんだということを徹底していきたいと考えております。そこで都民の皆様方へのお願いとなります。最大限外出を控えること、これを徹底してください。特に20時以降の外出はおやめください。買い物、通院など必要な外出も短時間でお済ませください。不要不急の都、そして県境をこれをまたぐ移動も自粛してください。そしてまたもう今日は金曜日ですね。明日から3日間連休に入ります。3連休です。ぜひ改めてステイホームでお願いをいたします。事業者の皆さんへの呼びかけでございます。テレワーク改めて強化徹底をお願いをいたします。緊急事態措置の期間、これをですねテレワーク緊急強化月間といたしまして、週3日社員の6割以上の方をテレワークとしてください。また出勤が必要となるそういう職場でもローテーションでの勤務をしていただいたり、時差出勤を組み合わせをして全体として出勤者数の7割の削減をお願いをいたします。で、この強化月間では先月からすでに開始をしておりますけれども、東京ルールを宣言した企業、東京ルール宣言企業への融資の優遇を充実をいたします。さらに都が多摩地域の宿泊施設をテレワークのオフィスとして借り上げております。これをですね多くの方々に提供をいたします。で、今月の20日からの利用となります。で、都庁におきまして会より始めようということでありますが、率先してこれまでも強力に人流の抑制に寄与する勤務体制を取ってまいりましたけれども、さらにそれを進めていくということで、こちら東京都でありますが、都庁職員でありますが、テレワークにつきましては事業者の皆様に積極的なお願いをしているわけですから、都庁ではさらに率先をして徹底をしているということであります。もちろん感染症対策に当たっている職員がたくさんいます。そしてまた実際に窓口などを抱えている都民のサービスに従事する職員などもいます。彼らを除きまして、昨年の末からすでに週4回を目安にして実施をしている都庁のテレワークです。で、これによって職場への出勤を7割以上抑制を目指してまいります。で、出勤する場合にはオフピーク通勤といたします。
さらに感染症対策に従事する職員などを除きまして、今申し上げましたように20時完全体調の取り組み改めて推進をしてまいります。で、今の厳しい感染状況、これを踏まえまして都庁の職員改めて一人一人緊張感を持ってコロナ対策を最優先にしまして、応援体制の充実など全庁一丸での対応を継続してまいります。次に、飲食店の皆様方へのお願いであります。今日以降ですが、営業時間を朝の5時から20時までといたしまして、酒類種類の提供については11時から19時までといたしてください。対象とする地域につきましては、前回除いてありました島嶼地域を含んで都内全域で行います。期間は、要請の期間は2月7日日曜日までといたします。都といたしましては、今日から新宿駅の東口、西武新宿駅の周辺、都民の皆様に対して外出自粛への協力、そしてまた飲食店の方々に対しましては営業時間の短縮要請、この協力の呼びかけを行ってまいります。また他の繁華街におきましても実施をする予定でございますし、私も今日仕事が済み次第ですね、繁華街などどういう状況になっているのか自分の目で確かめていきたいと思っております。さらに警視庁、東京消防庁にもすでに協力の依頼をしたところでございますし、加えてそれぞれ前の、緊急事態宣言の時もそうでありましたけれども、区市町村のですね、防災無線というのがあるんですね。これを活用して、区市町村のそれぞれの方々にですね、呼びかけを行って、いただきます。それから劇場、映画館、運動施設などでありますが、飲食店以外の施設の皆様方には営業時間を20時までとしていただきたいと存じます。大変なご負担をおかけいたしますが、重ねてのご協力をお願いを申し上げます。イベントの開催でありますが、昨日もお伝えしましたが、延期、オンライン開催、規模の縮小などご検討ください。そして開催する場合にはこちらの方に記載しており通りですね、スポーツなどその他のイベントについても、そのイベントの時は会場いろいろと気を配ってやっておられるわけでありますけれども、その後流れてですね、会食に行くというケースがあります。そういったイベントの後の流れの会食っていうのはなしでお願いをいたします。続いて医療提供体制についてお伝えをいたします。都立病院、公社病院、こちらにつきましては現在1100床を確保しておりますが、コロナ対策を最優先ということで1700床の確保といたします。で、このためコロナ以外で都立病院や公社病院を受診される皆様方にはご不便、そしてご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、これらの都立そして公社の病院が責任を持ってきめ細かく対応させていただきますので、何卒ご理解ご協力のほどお願いを申し上げます。さらに入院調整が必要になってまいります。さらなる調整です。そこで入院調整を円滑に行うために、年末年始に臨時で行ったんですけれども、それぞれの保健所の連携をいたしまして、夜間の入院の調整窓口を1ヶ月調整窓口をそれぞれ の保健所との連携でですね、調整窓口を強化して作ったわけですね。で、この体制をさらに1ヶ月延長して生かしたい、そして1月中の週末も引き続き対応を行ってまいります。そして現在ですね、新型コロナ陽性者の夜間の入院調整というのはそれぞれの保健所がそれぞれ実施をしているということになりますけれども、これもですね、共同の窓口を設置をいたしまして、職員が交代で入院の判断調整に当たることによって保健所の職員さんの負担の軽減、そして病院選定の効率化を図ってまいります。
都民事業者の皆様方にはどうぞこの未知のウイルスとの戦いでございます、大変ご協力いただいてきているところであります。またこの医療従事者の皆様方にはですね、特に年末年始の間も最大限ご尽力いただいてきております。そしてここへ来てさらに感染の陽性者がですね、感染されて陽性者がまた桁違いに増えてきているという状況、一方でこの状況において医療従事者の皆さんは本当に、日夜ご努力いただいているところであります。改めての感謝を申し上げるところであります。ただ一方でそのコロナ対策に当たっている、いや当たっていない方々もそうなんですが、医師や看護師の皆さん、そしてそのご家族が日常生活の中で心ない差別や偏見に遭うという話が、これがずっと私の方にも報告伝わってまいります。で、我々が戦うべきはコロナウイルスではない、人ではない、コロナウイルス、あ、ごめんなさい、大きく間違えましたね。私たちが戦っているのはコロナウイルスであって人ではないわけですから、どうぞ医事関係者の方々、お医者様、そして看護師さん、それぞれですね、この方々に対しての差別や偏見、これをおやめいただきたいと存じます。改めてのお願いでございます。まあ、こうした皆さんへのご協力を呼びかけるためにメッセージ動画を作っておりますのでご覧いただきます。今緊急事態宣言が発令されています。徹底的に人の流れを抑えなければこの危機を乗り越えることはできません。皆さんの力が必要です。ご協力よろしくお願いします。ということで、この15秒の動画でありますけれども、東京動画に掲載をし、またウェブ広告やテレビ CM などで発信をしてまいります。さて、改めて申し上げます。現在都は緊急事態宣言下にあります。今日から始まりました。そしてまた状況はギリギリの状況にあります。この難局を乗り越えるためには、都民の皆さんのさらなるご協力が必要不可欠であります。昨日までとは違う局面、違う局面に変わっている、そのことをどうかお一人お一人が強くご認識をしてくださいませ。命を守るために皆様とこの危機感を共有したい、そしてみんなで行動を変えていく、感染拡大の流れを食い止める、そのためにも今こそ力を結集して未来を切り開いていきたい、ご協力のほど改めてのお願いとさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、混雑の情報、まあ、どこが密になっているかどうかという配信サービスについての提供、これもコロナ対策の一環でもありますが、次のテーマに参ります。混雑情報配信サービスの提供開始についてのお知らせです。都におきましては、官民連携データプラットフォーム構築に向けました取り組みの一環として、去年の9月でありますけれども、施設系の混雑ワーキンググループというのを設置したんですね。で、現在この混雑データを収集保有する事業者の皆さんや地図事業者のなどの約40の事業者にご参加いただいて、どこそこのスーパーはどれぐらい今混んでるのかどうなのか、ドラッグストアはどうなのかといったような施設ごとの混雑データの利活用に向けたルール作り、まあ、こういったことを活動して続けてきたということです。で、このうち都と協定を締結しました2社によって、今日からですけれども混雑情報配信サービスを提供するということであります。で、具体的に申し上げますと、株式会社ロコガイドが提供するチラシ買い物情報サービスのアプリから、都内のスーパーなど約4000店の混雑データを無償で提供してもらいます。で、それに NTT レゾナント株式会社、こちらが提供する GOO という地図情報がありますよね。GOO の地図のサービス情報上でこの情報を配信をするというものであります。
で、利用者の皆さんはスマホやパソコンで店舗を表示して、それをクリックすることで、ちょっと見にくいでしょうか、そのことによってですね、そのお店がどれぐらい混んでいるのか、空いているのか、やや混んでいるのか、混雑しているのか、その3段階で確認することができます。で、いわゆる3密回避の対策としてのこの効果が期待される取り組みがちょうど今日からのスタートになりました。で、今後もですね、このように民間事業者の方々と連携をいたしまして、情報の拡充を図っていきたいと思います。これらをご参考に、どうぞ密にならないように、皆さんも情報を得て、そして皆さんの行動に生かしていただきたいと思います。またこのグーの地図でありますけれども、こちらには例の虹のステッカーを掲示している店舗の確認もできます。ぜひ都民の皆さんにはこの情報をよく積極的にご活用いただければと、このように思います。戦略政策情報推進本部の方でお聞きいただきたいと存じます。今日私からご報告するのは以上2点でございます。いずれしましても、本日から緊急事態宣言下、そして都の緊急事態措置下にあるということでございます。ぜひともメディアの皆様方も、この緊急事態宣言下において、なすべきこと、また都民の皆さんへの呼びかけなどについてもしっかりとお伝えいただいて、そしてこの間を皆さんと共に力を結集できる、そのような期間にできますように、よろしくお願いを申し上げます。私から以上です。知事、ありがとうございました。それでは質問に移ります。1月幹事の読売新聞の菅原です。まず幹事社から2点質問させていただきます。はじめに飲食店に関する時短要請に関して伺います。緊急事態宣言の発令と政令改定に伴いまして、要請に応じない店舗の店名公表も可能となりましたが、対象店舗も多く、実態把握の段階で、高いハードルがあるのではないかと指摘されています。今回の要請 の実効性を上げるためにですね、どのように取り組んでいくのか、改めて知事のお考えを伺えればと思います。まず今回ですね、違反した場合の店名の公表ということが、手段として、ツールとして、確保できているという認識でございますが、一方で都職員の現地での感染防止対策の、点検確認など、これまでもやってきているわけです。特に虹のステッカーを広めるため、そしてまたそこでの、感染防止対策はこうしてくださいといったような呼びかけをずっと東京中 都の職員チーム組みまして回ってきたわけであります。そして今これまで午後10時ということで、時間短縮もお願いをしていた、そのための協力願いということで回ってまいりました。で、先ほど冒頭のところで私自身からお伝えしたように、また今日から新宿駅の東口、西武新宿駅周辺で都民の皆さんに対して外出自粛の協力、そして飲食店の方々に対しては営業時間の短縮要請、協力の呼びかけを行ってまいるということでございます。そしてそれは他の繁華街にもおいても実施をすることにいたしております。ご協力の状況以下で法に基づく要請、そしてまた店舗名の公表を検討せざるを得なくなりますので、まずは皆様方ご協力いただいて、この時間短縮へのこの実行をお願いを申し上げます。さらに業界団体などを通じた協力の依頼もいたしますし、繁華街商店街などでの見回りを強化をするということでございます。今申し上げましたように、区市町村などとの連携で呼びかけも行っていく、まずは今回のこの緊急事態宣言で、違う、これまでとは違う、そのような状況にあるということをご認識の上、ご協力をいただきたいと考えております。ありがとうございます。次に緊急事態宣言が発令されて初日の今日なんですが、テレワークの推進が求められている一方で、今日の通勤風景などを見ますと、目立った現象は、見られなかったようです。週明けから取り組むという企業もあるかとは思うんですけれども、
改めてこの現状の受け止めとですね、今後どのようにテレワークの定着を求めていくのか、知事のお考えを改めて伺えればと思います。今回の緊急事態宣言の肝は、私はテレワークの実施がどこまで徹底できるか、つまり、人と人との接触を減らす、そしてまた人の流れを抑制する、これが大きな目標で、前8割削減といったような言葉もありました、今回7割ということを申し上げ、もう8割いけばもうそれはもうベストであります。でそういう中で全体としてこのテレワークと、そしてまた出勤に対してですね、オフピーク通勤であるとか分散であるとか、それぞれ工夫をしていただくことによって、ひっくるめて7割の社員の皆様方の出勤を控えていただくという形にしていただきたい。すでに東京商工会議所や経団連などの、この経済団体の皆様方にはすでにお願いをしております。また来週にはですね、またオンラインによります、お願い会議なども進めて、直にお願いをしていきたいと思います。今日も職員の皆さんから私自身、今日どうだったと、今朝はどうだったと聞きますと、そんなに減ってませんという報告を受けております。でこれからまさに人流のデータなどはですね、鉄道でどれぐらいの活用を利用しておられるのかということも人流データで集めていきたいと思いますが、このテレワークをですね、先ほど申し上げましたテレワーク東京ルールに沿って進める企業の皆さんには融資の面での優遇も行いますので、ぜひともこういったこの機にですね、さらにこの前回の時は途中まで 62% まで導入したっていうのが、またシューッとテレワークの実施率が減りつつありました。それを改めて徹底して実施していただいて、今度こそ定着できるように今一つの工夫をお願いしたいと思います。それに伴っての都からの支援として、今申し上げましたように融資の面での優遇なども行わせていただくということですし、ハードソフト、そしてまた使い方などのアドバイス、これらも含めて東京都としてもバックアップしておりますので、ぜひともお勧めいただいて、うちの業界では無理だよと言わずに、またここで試してください。そしてぜひともそれはコロナ対策としての一環として、命の経済とともに経済の命を守るためにもつながってくることでありますので、ご協力、テレワークの一層のご協力をお願いをしたいと思います。それからもう一度この制度融資の優遇措置なんですけれども、東京ルール宣言をした企業に対しての優遇というのを今申し上げましたけれども、具体的にはですね、例えば保証料の補助を3分の2から全額補助に変えるということになりますので、事業者の皆様方にはこの制度融資などについての保証料、これらについての金額の補助がこれで確保できるということで、BCP、ビジネスを続けていくためのプランに生かしていただきたいということでございます。ぜひともご協力いただきたい。テレワークよろしくお願いします。ありがとうございました。幹事社からは以上です。各社の質問に移ります。質問がある社は挙手の上、知事の指名を受けた上で名前と所属を名乗って質問してください。よろしくお願いします。朝日新聞の長野です。よろしくお願いします。感染状況も悪化していると思うんですけれども、改めて東京五輪パラリンピックの開催どう考えているかについてお伺いします。再延期とか中止とかそういうのを求める声もあるんですけれども、開催にあたっては観客をどうするのかとかですね、現時点での知事のお考えあれば教えてください。これはこれまでも行ってきましたように、国と組織委員会、そして IOC と連携しながら、
どのような形で進めていくのか、それらについて中間報告などで調整会議などで進めてきたところであります。東京はホストシティであります。これらについて準備を粛々と進めていくということには変わりがございません。東京新聞の小倉です。よろしくお願いします。都内の感染抑止の目標についてお伺いしたいんですけれども、知事ご自身としては今回の自粛要請の措置期間で1ヶ月後の新規感染者数がどれくらいにまで減少させたいとお考えでしょうか。都民に負担や自粛を求めているお立場としては、知事ご自身の目標値を示して都民と共有する必要というのはあると思うんですけれども、今感染者が7日間平均でだいたい1200人を超えるような状況ですが、これをどれくらいまで減らしたいとお考えか、目標の人数をお聞かせください。このところ1000人を超える数字、昨日ですね、は2000人を超えました。そういったこれまでとは桁が違うという感染者数 の確認でございます。そして検査数の方も昨日の参考値となる検査が1万5000件を超えているということです。このところ1万件は曜日にもよりますけれども、正月明けからもの数字もですね、1万3000、1万4000とか、だいたいそういったからの数字です。陽性率を考えますと、もう1000の単位はこのところ残念ながら越しているということであります。そういうことを それらを念頭にしながら、どれぐらいの目標かといいますと、基本的な数字ということもさることながら、昨日の西村担当大臣の国会での説明の際も、東京都で言えば1日500人という数値を挙げられました。まさにそれらのことも目標念頭に入れながら、この間をしっかり都民の皆さん、事業者の皆さんとともに目指していきたいと考えております。いくつか前回の緊急事態宣言下とはかなり様相も変わってきております。寒い冬であること、それから変異種が入ってきて読めないウイルスがさらに読みづらくなっていることなどなどありますが、一方で、業界の皆様方がガイドラインを敷きながらいろいろと対策を行っていただいているということ、それから都民の皆さんのマスク着用率というのは今も大変高い、一方で食事中どうなのかといったようなことも言われておりますけれども、多くの皆様方にはお守りもいただいているかとは思いますが、一方で感染者数が増えていることは事実であります。昨日の西村担当大臣が挙げられた数値を目標にですね、またそれを参考にしながら、もう徹底してここはこの間、感染者数を下げ、また懸念されている重症者の皆さんにはしっかりと治療も受けていただけるような、そのような医療提供体制を確保していく、あらゆる手段を講じていきたい。それでもやはり人と人との接触をいかに抑えるか、人流を抑えるかというのがポイントであることには変わらないわけでございますので、今回も外出を控えてくださいということを徹底して申し上げ、そのうちの一つとしてのテレワークという手段を申し上げているわけです。ちなみに外出を控えてくださいというのはこれまでも聞いたことある、何度も申し上げていますが、今回も特に45条1項という法律に従った外出抑制で、お家に お外に行かないでねというこの呼びかけだけではありませんで、法律的なバックとして第45条、これは蔓延の防止に対する関する措置ということで、そこに盛り込まれております。都道府県知事は、ちょっと注略にしますが、これ新型インフルエンザのあれですけれども、等のまん延を防止し、
国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があるときは、潜伏期間、治癒までの期間、そして発生状況を考慮して、知事が定める期間、区域において、都民の、皆さんにの生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅またはこれに相当する場所から外出しないこと、その他の新型インフルエンザ等の感染防止に必要な協力を要請することができる。長くなって恐縮でありますけれども、これまで外出の自粛、不要不急の外出を控えてくださいというのは、この法律に基づいて申し上げているんだということを改めて長くなりましたけど引用させていただきお伝えをしたいと思います。はい、時事通信の斉藤です。緊急事態宣言なんですけれども、大阪や京都、兵庫の知事も共同で、緊急事態宣言の発令を政府に求める方向となっております。それから愛知県の方でも検討するというような話が出ています。こういう形で、全国的に広がっておりますけれども、このことについて都知事としてお考えがあれば教えてください。それぞれの自治体での対応策っていうのはまさにそれぞれの首長さんを中心としてお考えになることだと思いますが、ただやはり感染症っていうのはこのウイルスそのものはですね、広がりを持つということは不可避といいましょうか、人と人とのつながりがある限りはなかなか減らないということはもう何度も経験してきたことであります。そこでどのような対応をするのかというのはそれぞれの自治体で検討されることだというふうに考えております。また東京都としても今回の措置におきましてですね、都の境、県の境、これをですね、越えての移動ということについては自粛をお願いをいたしております。これらによってそれぞれの地域における対応策ということも必要になってくるのかというふうに思います。ぜひとも都民事業者の皆様には緊急事態の措置の内容もご理解いただきながら、今申し上げたような理由でそれぞれの移動、また人と人との接触、これらについて、お控えくださるように、徹底して控えていただくようにお願いを申し上げるところであります。日経新聞の杉本と申します。すみません、テレワークのことでもう一つお伺いしたいんですけれども、前回の緊急事態宣言の時から、徐々にテレワークに取り組む企業というのが都の調査で少なくなっているんですけれども、特に中小企業での実施率が低い数字が出ているかと思います。で、理由を聞くと、やっては見たものの生産性が下がるとか、使いにくいとか、通信機器の費用負担が重い等々あるわけなんですが、今回も制度融資拡充で、財政的な支援を手厚くしますということが打ち出されたんですけれども、生産性が下がるとかやり方がうまくいかないとか、そういった声を上げている中小企業に対してのサポートというのは今後どのように強化していくご予定でしょうか。そうですね、もちろん業種で製造業など現場で、このものづくりとかそういったところは別だと思いますけれども、さまざまな事務的な部分など、また営業についてもですね、この例えばオンラインを使っての営業というのはやってみたら意外といけるというような声も届いてきております。ですからそういったテレワークで成功している、もうとても有名な大企業で今日からもう早速、もう9割削減とかですね、そういったところも見られるようでありますけれども、中小企業、零細企業等でですね、こういう例があると
いう身近な例をですね、皆様方にご提供することによって、あ、うちでももう一回やってみようよという話になるようにですね、徹底をして、サポートをしていきたいと考えております。でまた、テレワーク宣言企業についての融資についての優遇策について申し上げました。で今はそのアドバイスの仕方の工夫などについても、さらに、この進めていきたいと考えております。むしろこういう企業でこういう業種でテレワークで成功したという例は、まさに新しい、この、なんでしょうかね、働き方を定着するに、この状況を活用して進めるというのはポイントじゃないかなと思っておりますので、いろいろな工夫を進めてい、きながら、仕事もさることながら、その後のノミニケーションで仕事が、営業が決まるっていうのがですね、まあ、日本の、ビジネスの、これまでの、なんていうでしょうか、成功例だと思いいうこともあるかと思いますけれども、しかしそれを超えて新しいビジネスの在り方ということをこの際追求できるようにしていきたい。その手伝いをしっかり、コロナ対策としての手伝いをしっかり都としてもやっていきたいと考えています。そのテレワークなんですが、国会の方でもテレワークの動きが進んでいるようで、河野大臣がご自身がテレワークをするというふうにおっしゃっているんですけれど、知事ご自身は自分ではテレワークなど、ご自身の仕事のテレワークはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。これはもう前からやってますよね。知事はもう20ある意味24時間ですから、もうしょっちゅうメールなども含めて、こう秘書そしてまた各局からの指示を仰ぐようなことが出てきております。ですからそういう意味では、今急に始まったことではなく、すでに常にやっているということであります。で、まあ、ある意味日本でなかなかテレワークが進んでないというのは、これだけ公共交通機関がすごく発達していて、ある意味地方にも日帰りで行って仕事ができるというような便利さというのがあったと思います。まあ、例えばグローバルな企業などは支店がですね、海外に散らばっているようなところはもうテレビ会議って当たり前にこれまでもやってこられました。テレワーク当たり前にやって、そりゃそうですよね、一日で日帰りできないようなところと各地で連携しているわけですから。アメリカなどでもテレワークはもう当たり前にやってきたっていうのは、あれだけ広大なところでいろんな企業が活躍しているわけですから、日本というのはある意味とてもとてもそういう意味では便利にできているということが、テレワークをこう、まあ、他と比べて遅らせてきたことかなというふうに思います。でも今コロナがそれを遮っているであるならば、この際テレワークをここで進めていきませんか、それはコロナ対策の大きな一歩ですというか、これが最大の武器ですということを私はお伝えをしたいと思っておりますし、そのために東京都はあらゆる面でハード、ソフト、アドバイス、それらで進めていきたいと考えています。ということは知事はもうテレワーク実践中ということでよろしいですか。もう前からやってるという私はそういう認識であります。あともう一点だけすいません、冒頭で保健所ので入院調整のお話がありましたが、保健所はやっぱり東京都直轄のところとそうでないところでかなり温度差があるといいますか、働き方も違ってきているというふうに現場の取材をしていて感じるんですが、そういったところを一緒に働いてもらう上でどういったところが東京都として直轄のところとそうでないところ、情報の在り方ですとか、あと共有の仕方ですとか、どういうところをポイントにしていくとさらに円滑に業務が進むというふうにお考えでしょうか。まあ、年末年始のようにですね、もともと人の出がですね、職員の出がこう特殊な形になる一方で、現場で、新しい患者さん陽性者がこの桁違いに出てくる、そういった現状においてですね、
それぞれ保健所を回していくためにもですね、特に土日やそれから年末年始もそうですし、土日、休日、そして夜というのが手薄になっていたわけです。そこをですね、むしろこれを機会にですね、一箇所にそれぞれ順番輪番制のようにして出てこられると、今度はその保健所だけ見ているのではなくて、東京全体のそのこの病床のですね、調整などがですね、全体がつかめるということもプラスに、なったのではないかというふうに思います。ですから先ほどお伝えしましたように、この間、その体制はですね、年末年始体制でしたけれども、これを伸ばしていくというのは、むしろこの間に得たいろんなみんなで、共有できたものを、この間特に緊急事態宣言下であるわけですから、生かしていこうという考えです。それぞれ特別区は区長さんがおられて、そして保健所長さんがおられて、それぞれの他の形でやってこられる中で、トレーサー班を作り、そしてまた直轄の保健所を持つ多摩地域においては、いろいろ東京都として試してきたこと、例えば LINE による健康観察、これをですね、今度は特別区においての横展開にすることによって、保健所の皆さんの健康観察という負担をですね、減らしていく。だけど負担を減らしながらも、やはりお一人お一人の健康状態をしっかりと捉えていくのが保健所のお務めでありますから、そこは負担は軽減するけども、情報はきっちりと得られるというシステム、これをそれぞれそれぞれの保健所で工夫をされていることを、また一緒に共有できるなどといったような状況に今あるのかなと思っています。ただいずれにしましても、今新規陽性者の数は圧倒的に増えております。これをですね、一日一日、電話でですね、連絡するだけでも大変な作業のところで、積み残しがずっと溜まっていくとですね、心理的にも負担になります。そういったところの IT 化であったり、またそれらの負担を軽減するためのさまざまな施策を、さらにこの間も進めていきたいと考えております。 NHK の成沢です。先ほどの質問ちょっと被るかもしれないんですけど、感染者数の目標という話があったんですけれども、それにちょっと被るかもしれませんが、今出ている緊急事態宣言がですね、どういう状況になったら知事としては解除できるものになるのかと、それにどのように解除基準みたいなのをどのように考えているか、お聞かせいただけますでしょうか。1日の陽性者数500人というのは、それに従ってベッド数などもそれに応じて下がってくるわけです。それに対しての対策もそれだけ負荷が下がってくるということですから、そのレベル3ということを、国が定めているところのレベル3ということは一つの目標になろうかと思います。また毎週東京都としてモニタリング会議を開いて、有識者の皆様、専門家の皆様方からのご提言、分析をお願いしているところですね。ですから、これらのことも参考にしながら進めていくということになろうかと思っております。今ちょうど非常に厳しい状況でありますので、この意識をですね、皆さんと共有しながら、今日1日目でテレワークがというか、出勤者が減ってないですよということ、これはひょっとして、これ期待してるんですけども、強く期待してるんですけれども、週明け12日の体制作りのために今日は出勤されたのかなというふうに理解をいたしまして、12日から出勤の時の体制をよく見守っていきたいというふうに考えております。これ何度も申し上げて恐縮ですけれども、やはり都民事業者の皆さんのご協力あってのことですので、この点も改めてのお願いでございます。その目標を達成するというのも、これも皆さんとの力を結集する以外にございませんので、改めて申し上げます。
すみません、もう一問お願いします。感染症法をめぐる動きをちょっと伺いたいんですけれども、政府がですね、新型コロナウイルスの感染者がですね、宿泊療養を求める自治体の求めに応じなかったりですね、保健所の調査を拒否したりするケースが相次いでいることから、政府はその実効性を高めるためにですね、今の、今月実施される国会でですね、感染症の改正というのを目指す方針なんですけれども、これいった動きについて知事はどのように見ていらっしゃいますでしょうか。はい、これらはまさに現場の声を反映したものになります。毎日例えば宿泊療養に、あなたのところには明日の何時にお迎えに行きますから、これこれを用意しておいてくださいねと言って、もう整ったにもかかわらず、その日になって、迎えに行くとノーだという空振りになるわけですね。それは保健所の負担からすればダブルの意味で負担になるわけです。ですからそういうことはおやめいただきたい。だいたい、昨日おとといの報告では毎日10を超えるケースでそれが出てきているということであります。また療養施設から抜け出すという、自由に出てしまうというのは、これまでも何例も報告、東京以外のところで報告もあったかと思いますけれども、これらについてもですね、何の目的でそこに入っていただいているのかということをちゃんと理解していただかなければいけないわけですが、なかなかご理解いただけないというときは、やはりそれらの感染症に対しての、このある種の罰則的なものは、私は現場の声を反映して言うには必要だというふうに思います。よって特措法だけではありません。関連するその感染症法であったり、そういったところの関係法令についても目配りをしていただくように、これまでも全国知事会や、また東京都などからですね、東京都もそうですし、1都3県でもそうですし、9都県市の場合もそうだったと思いますけれども、これまでも現場の声を上げてきておりますので、この改正をですね、する際にはそれらのことをぜひ考慮に入れていただきたいというふうに思っています。でそれから今のご質問、国への要望ということで申し上げれば、やはり変異種がどれくらいもうすでに入っているのかということについては分かりません。ただいくつかのすでに報告は上がってきているわけです。ということは、やはり水際対策というのは極めて重要でありますので、これについては厳格に水際対策で、この入国に対して厳しく、徹底して厳しく対応していただかないと、わからないウイルスをもうすでに抱えているとすれば、さらにそれを増やすという危険性があることを念頭にいたしますと、この点についても国の方でご対応をよろしくお願いしたいと思っております。日本放送、宮崎です。よろしくお願いします。飲食店の方々に取材しますと、今回は店舗ごとに協力金が支払われるということを非常に歓迎されている一方でですね、この飲食店へ食材等を納品している業者に対しては、救済策等がないということで、そういう方たちに申し訳ないと、だから時短要請には応じられないと言っているような飲食店の方々もいらっしゃいます。こうした納品業者への財政支援とか救済策というのは、今後お考えになる方向はあるのかどうかを教えてください。お願いします。はい、今回この時短の抑制を10時から8時、またお酒類についてはですね、7時ということでお願いをして、より厳しい要請を行うにあたって、この支給する協力金について、年末年始の分上がっていたところもありますけれども、それに加えてということで、対象の方々にはそれだけ、協力金を支給をさせていただくことといたしました。今回の緊急事態措置において、営業時間の短縮をお願いしているにあたっては、やはり感染リスクが高い飲食店など、他の施設よりも一層強い形で、
お願いをしているところでございます。それに伴ってこのご協力をいただきたいとこのように考えております。また店舗ごとにお支払いをするということで、まあ、歓迎の声もあるということでございますが、いろいろな納入業者などの方々もおありでしょうが、今回はこのお店に対してのこの対応策をしっかりとこの有効に生かしていただければというふうに考えております。すいません、 TBS テレビの原田と申します。2点質問させてください。1点目が、来週月曜日に成人の日ということで、本来ならば、まあ、成人式が多くの自治体で行われる予定でしたが、ほとんどの式典が中止となっています。一方で一部の自治体ではその後の会食などをしないように呼びかけるなど感染防止対策を徹底した上で開催するということですが、新成人には落胆の声もあると思いますが、そういった、式典の後の会食などの、予防等を含め、どのような言葉を、知事として、かけられるかというのが1点と、もう1点が序盤にも質問がありました東京オリンピック・パラリンピックの件で、開催の可否というところではなくて、まあ、今月で、開催までオリンピックの開幕まで半年を迎えますが、この、まあ、宣言下においてこう冷え込んだ機運情勢について今後どのように盛り上げていこうと考えられているかというところをお願いいたします。もう成人式というと来週が多いかと思います。ほとんどの、まあ、区市町村における成人式の対応というのは、まあ、かなり今回抑えて、おられるかというふうに思います。そして今回の基本的な対処方針という中で、まあ、なんか TBS さんは都から要請したような報道されて、あれは間違いだったのを取り消していただければと思いますけれども、その手続きの中において国の方で盛り込んだのが成人式はオンライン化延期という言葉でありました。まあ、これらについて1都3県で知事のレベルでこの旨を確認をしたところでございます。それぞれお考えあるんでしょうけれども、今コロナ感染症対策ということを第一義に置いていただくことが明るい成人の方々の未来につながるんだということをご配慮いただきたいし、また大体成人式ってその後流れてしまうケースがあって、久しぶりに会った同級生たちとの盛り上がることは、まあ、大体毎年そういうなる、そういうのようになるわけですね。まあ、そういうことを考えますと、この若いからという話だけではなくて、やはり今みんなで力を結集してやっていこうというところですので、まあ、今回の基本的な対処方針の中に盛り込まれるておりますような事項としてのオンラインでの開催や延期ということは、これは一つの指針として出させていただいている。あとはそれぞれの自治体、実際の主催のされる方の考えだというふうに思います。はい、2点目のオリンピック、はい、今こういう緊急事態宣言が行われているところでございますけれども、一方でオリンピックについてはですね、オリンピック・パラリンピック、特にオリンピックについては200日前、ということもあり、そして、当地のですね、巡回ということも予定をいたしておりました。ただトーチをですね、展示をする巡回して展示を行うということでありますけれども、これでまた人が集まってしまって密になってしまうと、この間は厳しいだろうということで延期をさせていただいたところでございます。さまざま、まあ、1年前のプラス1というプラス1のところでも池江璃花子さんがですね、トーチをかざすというようなアクションをオンラインなどでお伝えをいたしました。まあ、今後どのような形で進めていくのかについては、
組織委員会や IOC などと連携しながら、どのような形が一番いいのか、それも工夫しながら考えて、また実行していきたいというふうに考えております。はい、じゃあ最後、テレビ東京の吉田です。よろしくお願いします。営業時間の短縮を緊急事態措置として要請したわけですけれども、今後感染者数が減らなかった場合に対象の業種を広げることや休業要請をするなど、さらに厳しい対応を検討するお考えはありますでしょうか。今日から緊急事態宣言が始まりました。そして、先ほど申し上げましたように、営業時間8時、特に、全飲食店ですね、そして東京全域であります。そして、お酒については7時ということで、これは去年の4月の時間と同じであります。これらについてですね、前回延長されたわけでもありますけれども、でもその分皆さんにはご負担をおかけすることになります。その負担をですね、できる限りこの期間で徹底をしていきたいというふうに考えておりますので、まずは今日始まったばっかりの、その次のことを今言うことが私は正しいと思いませんので、まずは皆さんにご協力をということを呼びかけていきたいし、何よりもテレワークなどで人のこの出をいかにして少なくしていくか、防いでいくか、ここにもう集中していただきたいというふうに考えております。ぜひともこの点をご理解いただきたいということでありますので、この点も2月7日まででありますけれども、むしろそれよりも前倒しになるぐらいの気持ちでご協力を賜りたいと思っております。以上です。本日の記者会見は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。本日の記者会見終了しております。繰り返し申し上げます。記者会見は終了しております。